先発メンバーが発表され、ヴィッセル神戸を今夏限りで退団する方向となった元スペイン代表 MF アンドレス・イニエスタ、38、は、2試合ぶりにベンチ入りした。今季のリーグ戦出場は2試合、いずれも後半の終盤から起用され12分間にとどまっているが、ルヴァン杯での横浜 FC 戦では途中出場で先制点の起点となった。出場すれば、4月22日の第9節横浜戦以来、3試合ぶりのプレーとなる。